沈みとか上がりとかが激しいシーズンで、本当に周りの人のサポートでここまで来れたシーズンだったなと改めて実感したシーズンでした。もう夏の練習もちょっと十分にできてなかったので、まあ、今シーズンは、まあ、一勝は目指してましたけど、なんだろうっていう気持ちでやってたんですけど、本当に中盤からいい感じでエンジンかかってきて、結果3勝もできて、すごく満足してます。やっぱり目標としてた世界選手権メダルと札幌の表彰台優勝っていうのを目指してたので、すごく良かったなと思います。今年度から所属してた土屋ホーム退社しまして、個人としての活動をしていくという感じですね。まあ YouTube でも話してるんですけど、まあきっかけはやっぱりオリンピックのメダルを取った後にこのままじゃいけないなとやっぱ思えたので、そこはなんか新たな自分の心境として大切にしたかったというか、成長できるきっかけかなと思ったので、まあ日本チームの現状を考えてやっぱり底上げというところで、はい、本当にたくさんのサポートはあるんですけど、やっぱ選手一人一人の気持ちだったりとか、まあ、サポート体制だったりとか、まあ、一人一人見直していかなきゃいけないのかなっていうタイミングだったかなと思います。なかなか表彰台で乗れない、団体乗れないっていうので、まあ、目標としてはやっぱり世界選手権やオリンピックでの団体表彰台優勝っていうところを目指しているので、オリンピック終わった後のシーズンぐらいで、はい、シーズン前、いや終わってすぐ葛西監督の自宅でご飯したんですけど、はい、いや本当に会社に土屋ホームに入社してからスキーということで生活させてもらって、本当に家族みたいに高校卒業してすぐ一人暮らし始めてやってきたので、本当家族みたいな感じです。もう本当に兄貴みたいな優しく接してくれる安心できる存在でした。やることは変わらず、自分がビッグジャンプしたいと思うまで飛び続けて、やっぱり底上げ目指しているので、まあ、その底上げできるような、みんながもっとジャンプ近く感じれるような活動をしていきたいですね。そうですね、たくさんのイベントに参加させてもらって、楽しいなとか、なんかそういう、あ、こういうのって大事だなとか思えた部分も大きかったと思います。ふって思いついちゃったんですけど、僕八幡平出身で、八幡平って結構4月遅くまでスキー滑れるんで、まあ、そこでちょっとなんかイベントできたらいいなと思ってます。僕がシーズン終わって岩手戻るみたいな感じで、夢を感じられる世界にしていきたいなと思いますね。みんなが感動できるというか、楽しいなと思える世界にしていきたいですね。たくさん支えていただいてここまで来れて、でまた新しい環境になるんですけど、また周りの方の助けを受けながら、これからも勝ちを、ビッグジャンプを続けていきたいなと思います。盛り上げたいのももちろんですし、底上げももちろんですし、まあ、なんかこの僕が一歩踏み出したことによって、なんか周りにいろいろな影響を与えられたら、なんだろう、自分も一歩踏み出すみたいな、まあ、春なんでそんな気持ちになれたらいいなと思います。いや本当に今まで毎年世界選手権ここ2年ぐらいはまあ、メダル取るって期待されて取れなかったので、まあ、今年は本当に
チーム最後っていうのもなってたので、絶対にあのチームにメダル残して、土屋ホームにメダル残して終わりたいなと思ってたので、なんかそこが達成できてよかったです。でも本当に今シーズンあの状態からここまで総合5位で終わりましたし、本当にまた自信がついたシーズンになったのと、まあ、やっぱりジャンプって何があるか分かんないですし、面白い競技だなって思いました。危機感はまあ結構周りが感じてることが多いと思うんですけど、まあ、僕らはもう本当正直飛ぶことしかできないので、まあ、精一杯選手みんな飛んでるんですけど、まあ、体制としての危機感というのはやっぱ結構あると思うので、やっぱり一人一人のっていうか選手のその気持ちと体制の体制作りというか、なんかそういうところを一歩踏み出したいなっていう気持ちです。いやでもやっぱり今まで土屋ホームにいて家族みたいに接してもらって、まあ、チームを離れることによって多少はやっぱり物理的に距離は離れちゃうと思うんですけど、でも日本でジャンプやってるファミリーですし、まあ、土屋ホームっていう家族会社なので、なんかあんまり辞めたからどうとかは僕的には、まあ、都合いいかもしれないですけどあんまりないですあんまり気にしてこなくて、まあでも一個ずつ積み重ねて30まで来れたので、まあ上はもっといますけど、結構離れてますけど、まあなんかそこも狙っていけたらいいなと思います。いやなんかシーズン終盤でやっとエンジンかかり始めてきたので、まあ、新しい体制でバタバタするとは思うんですけど、すごく来シーズンに向けて楽しみです。